い、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、また秋服を購入いたしました。前回ザラで秋服の購入品出したと思うんですけど、その時に H&M でももしあったらっていう声をいただいて、私も H&M すごい大好きで、動画にしてなくても結構買ったりとかしてるんですよで今回ちょっと秋服本格的に集め始めようと思って、いろんなところで秋服見てていろいろ買ったりとかしてるんですけど、今回 H&M でもお買い物したので、今日はそちらを紹介していこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということでじゃあ早速紹介していきたいと思います。あ、ちなみに髪の毛切って初の動画です髪の毛切ってきました。イメチェンどうですか？この長さ鎖骨ぐらいまで切ったので割とイメチェンをしてみたんですが、いかがでしょう？ハイライトもねちょっと入れてもらいました。はい、じゃあ紹介していきます。ではまず1個目がじゃじゃん、こちらでございます。ちょっとね秋服にしては薄着ではあるんですが、これがねニット素材のビスチェになってて、そう結構ねモコモコっとした感じのニットで、そうでこの刺繍がめちゃくちゃ可愛いんですよ。私っぽくはないかもしれないんですが、このぐらいのちっちゃい柄だったらそんなにこう可愛すぎないっていうか着やすいかなと思って、でねこれカーディガンもあったんですよ。カーディガンもあって上セットで着たいと思ったんですけど、ちょっとサイズがなかったので今回キャミだけになりました。結構短めのビッシュなので、ハイウエストのボトムスと合わせるのがやっぱいいかなと思います。ハイウエストのボトムに上はちょっとジャケットとか秋口とか絶対可愛いなって思います。私今回 S サイズを購入してるんですけど、結構このビッシュ肩紐も調節ができなかったりとか、あとすごいニットなのでやっぱ伸びるんですよ、この素材的に。だから全然ちっちゃめでもいいと思います。割とワンサイズとか下手したら2サイズぐらい下とかでもいいのかなっていう気がしました。私はこちらのお値段が2499円でございます。では続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。デニムのシャツを購入しました。私 G ジャンは何枚か持ってるんですよ。なんですけどこういったデニム素材のシャツは持ってなくって、ずっと欲しいなと思ってたんですけど、まあいっかまあいっかって諦めてはいたんですが、今からならすごいたくさん着れそうかなと思って買ってみました。やっぱ G ジャンもねすごい可愛いんですけど、デニムシャツってもちろん羽織としても着れるし、 G ジャンよりかは多分薄い素材のものが多いのでトップスとしても着れるかなって思います。これは結構オーバーサイズで丈感もしっかりあるんですけど、すごいあの柔らかい素材なんですよ。柔らかい素材で分厚いジャケットっていう感じではないので、ボトムスとかにインとかも割としやすいと思います。でね、私1個やりたいコーデがあって、前にね1960年ぐらいから2020年とかぐらいまでのファッションの本を買ったんですよ。そこに1900何年だ80年代ぐらいかなのストリートスナップが載ってて、そのコーデがすっごい可愛かったんですよ。どんなコーデかっていうと、デニムの、まあ、あれは G ジャンかな、でもジャストサイズな感じのデニムのジャケットに中が白のタートルネックで、で下がショーパンだったかななんかにルーズソックスっぽいホワイトのソックスをちょっとクシュクシュっとさせて、でブーツを履いてるみたいな。でそこにネクタイをしてたんですよ、 G ジャンの上から。そう、私それがすごい衝撃で、ネクタイって G ジャンの上からしても可愛いんだって思ったんですよ、そこで。まあ普段私服でネクタイをすること全然ないんですけど、それを見た時に私このコーデやりたいと思って、そっから結構ジャストサイズの G ジャンかデニムのシャツジャケットみたいなのを探してたんですね、ずっと。で今回 H&M で見つけたので買ってみました。なので私はこれにネクタイをしてコーデを組んでみたいなっていう風に思ってるんですが、何よりも本当素材が柔らかかったので、そこが私はすごい気に入ってます。こちらのお値段が3999円でございます。続きまして3つ目が今着てるこちらのトップス、みんな絶対気になってましたよねこれそう、これが本当に可愛くて、もうですよ、これは。めっちゃ可愛いんですよ、本当にこのトップス。これがね、実は、まあ、今下見えてないと思うんですけど、ボディースーツになってます。下がね、ポチッと留めれる感じになってるんですけど、ボディースーツのニットのトップスなんですけど、やっぱこの襟ですよね、今年は。今年もこの襟が大流行してます、本当に。ジップに。なってて、で、あとフィンガーホールもついてるので腕も超綺麗に長く見えます。あと色味もめちゃくちゃ絶妙じゃないですか、マロンカラーみたいな、キャラメルカラーみたいな感じかな。すごい可愛くて、これは一目惚れでしたね、めちゃくちゃ。でこのトップスは結構素材というか若干まあ薄め、そんなにね分厚い感じのニットではないので、全然秋口とかから着れそうだなって思ったんですけど、襟のところだけ二重になってるんですよ。そうだから襟のところは若干ボリュームがあるっていうか、しっかりとした襟になってるので、そこがまたね今年っぽくてめちゃくちゃ可愛いなって思います。上げても可愛いと思うんですけど、ちょっと長いので
まあここは下ろした方が私は好きかなという感じですね。で、私このトップスはサイズは M サイズにしたんですよ。背が 168cm あるのでボディースーツっていうことで胴の長さもちょっと関係あるかなって思ったのと、あとフィンガーホールもついてたので腕の長さとかも関係してくるかなと思って、基本的に私 H&M は S サイズのトップスを買うことが多いんですけど、今回 M サイズにしましたが M サイズで良かったです。もともとピタッとしたシルエットのトップスなのですごい緩いっていうこともなかったし、もうちょっとそれ長さ欲しかったかなっていうのはあるんですけど、胴の長さも割と良かったのでこれは私 M サイズで正解だったなっていう感じです。本当にこのトップスは推しですね。今回の購入品の中でもめちゃくちゃおすすめ。こちらのお値段が5999円でございます。続きまして4つ目がじゃじゃん、こちらでございます。なんていうカラーなんでしょう。これはオフホワイトなのかな、クリーム色って書いてありました。これはね、形的にはストレートかな、ストレートのパンツでハイウエストになっております。でこのウエストのところはボタンがついてるんですよ、こんな感じ で、あと若干若干なんですけどストレッチも効いてるので動きやすかったりとか履きやすかったりとかっていうのもいいなって思いました。でポッケも結構大きめに作られているので、そこも私が好きな感じだったのと、シルエットもすごく綺麗でした。このパンツ結構もうほんと足がスラッとまっすぐ見えるのでそこも気に入ってるんですけど、あともう一個気に入ってるのがこのウエストの部分なんですけど、見てもらうと分かるかな、結構ねこの谷型っていうかウエストがこうサイドがキュッと上がって真ん中にかけてちょっとこうピューッと谷になる感じV になる感じがしっかりとあるんですよ、このデニム。それがやっぱりウエストをすごい綺麗に見せてくれるので、そこも私はとても気に入っております。こういうホワイトのパンツ、私意外と持ってなくって、でももう絶対使えるアイテムだと思うので、1個買っておこうと思って今回買いました。こちらのお値段が3999円でございます。続きまして、5個目が、ででん。こちらでございます。本当私デニム中毒すぎて、最近特にデニムめっちゃ買ってるんですよ。ダラのやつでも2個買ったし、実を言うともう1着あるんですけど、ほんと最近なんかわかんないけどデニムブームで自分の中ですぐデニム買っちゃうんですよね。可愛いし、デニムってちょっと形が違うだけで全然印象が変わってくるので、いろいろやっぱ集めたくなっちゃうんですよね。形がこれはとにかく綺麗でしたね。多分ちょっと裾にかけて広がってる感じだと思います。履いた時のシルエット的には若干裾にかけて広がっていく感じだったんですけど、広がりすぎずっていう感じだったので、すごい足がスラッと綺麗に見えるシルエットのパンツでした。であとストレッチもこれ結構効いてたので、履き心地とか動きやすさもあって、そこも私は好きな感じでしたね。お気づきでしょうか皆さん、私はこのボトムスに先ほど紹介したこのデニムのシャツを合わせたいんです。見てください、この色のマッチの仕方これは絶対色合うなと思って、はい、このセットで着たいですね。もうちょっと本格的に寒くなったらこれにさっき言ってみたいにネクタイをして、中にちょっとタートルとか着て、その上からさらにジャケットとかコートとか羽織ったら絶対可愛い。トレンチでも可愛い気がする。うわやりたいそのコーデ早くこれも結構自分の体にフィットしたデニムを選べたなっていう感じで、とってもお気に入りの一着でございます。こちらのお値段が3999円でございます。ということで続きまして6個目がじゃん、こちら。このデニムちょっと珍しくないですか、私にしたら。落書きっぽいプリントかな、結構ね大胆に入ってるんですよ。後ろもねこんな感じで入ってるんですけど、このデニムもめちゃくちゃ可愛かったです。でしかも丈感も一番長さがあって、これワイドパンツなんですけど、結構こうゆったりと着れるようなウエストを落として着るような感じのパンツになってて、まあ最近徐々に着てると思うんですけど、2000年代かな、これはナイティーズバギージーンズって書いてあるんですけど、90年代もそうかな、ちょっとこうダサカワみたいな、ダサカワのファッションが流行った時代のファッションがまたちょっとリバイバルで今着てて、カレッジモチーフだったりとか、あのスタジャンとかも結構着てたりとかしてるんですよ。私ねスタジャン欲しいんですよね。なんか一着今度古着屋さんとかでスタジャン買いに行こうかなって思ってるんですけど、このデニムもまあそんな感じで一見結構ダサく見えるんですけど、逆にそれが可愛くて、こういうのもちょっと一着買ってみようかなと思いまして。でシルエットもすごく綺麗だったし、この落書きの感じとかも可愛いんですけど、なんと言ってもお値段がびっくりで、私これ合ってんのかなと思いながら買ったんですけど、これがなんと1999円だったんですよ。2000円ですよ。さっきのデニムパンツシンプルなやつでも3000円とか4000円ぐらいかだったのに、これ2000円ですよなんでって思いました
本当にちょっとこういうファッションにも挑戦してみたいっていう方にすごいお優しい値段だったので、これはもう試してみるしかないっしょと思って買ってみました。1999円っていうので、さっきの2つのパンツよりも値段結構半額ぐらいなので、ぶっちゃけ言うとそこまで期待しなかったんですよ。まあ1999円だしちょっとでもしょうがないかと思いながら買ったんですけど、予想以上にこれは可愛くてとってもびっくりでした。ストレッチはねあんま効いてないんですけど、ワイドパンツなので割とサイズ感はそこまで気にしなくても平気かなっていうのは思います。はい、というわけで続いてでラストなんですけど、ラストがですね、前にちょっとなんかの動画でチラッと話してたトーガと H&M のコラボのアイテムをゲットしたって言ってたと思うんですけど、何点か購入できたらそれだけで動画にしようかなと思ったんですが、結果1点だけ購入できたっていう感じなので、この動画と一緒に紹介してみようと思います。もう何購入したか知ってる方が多いと思うんですけど、じゃじゃん、こちら、私はこのジャケットをねゲットいたしました。私見た時にすっごい一目惚れして、うわ可愛いと思って、このグレーっていうのもすごい使いやすそうだなって思ったし、あとはやっぱこのインパクトのある装飾というかで、これがトーガルっぽいなっていうのと、あと後ろもこんな感じでぱっくり割れてたりとかするんですよね。いろんなところにトーガらしいデザインが落とし込まれていてすごく可愛いです。で肩パッドも結構がっつり入ってますね。私これは M サイズを購入しました。今ちょっと軽く着てみ、結構ね元からオーバーサイズな作りなんですが、こんな感じかな。割と袖はね短めでしたね。私もうちょっと長くてもいいかなと思ったんですけど、割と袖は短めなんですが、まあなんか中にインナーとか袖が長いトップスとか着た時はバランスよく見えるかなっていうのは思います。で、まあ閉じてみるとこんな感じかな。ちょっとねここがね最初どうなってたかね私覚えてないんですけど、まあこんな感じですね。後ろもこんな感じです。どうですか、可愛いですよねこのジャケット。でもなんか思ったより生地は薄めだったかなっていうのも思うんですけど、でもこういったデザインとか細かいところがすごい可愛くて、他にはないデザインっていうのでとっても気に入っております。本当はねこれにセットアップのパンツもあったんですけど、それもちょっと欲しかったんですが、せっかくならでももう速乾で買えなかったです、そちらは。まあでもこのジャケットは一番欲しかったものなので買えてよかったかなって思います。こちらのお値段が 16,999 円でございました。はい、ということで以上が H&M の秋服購入品でございます。いかがでしたでしょうか皆様。私の推しはね変わらずこのトップスなんですけれど、本当にこれ可愛いのでぜひチェックしてみてください。本当私秋服大好きすぎて、もうすでに爆買いをいろんなところでしてるんですけど、また多分何かしらで購入品を紹介すると思いますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。